京都大学防災研究所は、京都大学の府研究所で、災害軽減に関する総合研究を行う、研究所である。研究、教育を推進するだけでなく、防災対策の助言、技術協力を行っている。全国に15の観測所、実験所を設け、世界にデータを発信している。共同利用、共同研究拠点に指定されている。略称は、防災圏、WE。 1951年に設立。京都大学の府研究所では最大規模である。防災を、総合防災、地震、火山、地盤、大気、水の4つに分け、建築学、土木工学、社会工学、安全工学、地球科学、地球物理学、火山学、気象学、地震学、水理学、海岸工学、 海洋工学の観点から研究を進めている。学際的、国際的な研究も多い。国内外の大規模災害の調査報告を行い、国内で大規模災害が発生した際、マスメディアから情報提供を受けることがある。また、公的機関の防災対策への助言や民間との技術開発なども行っている。防災に対する知識を深めてもらうために、 宇治キャンパスや各観測所で公開講座、見学、体験が開かれている。世界防災研究所連合を組織し、防災に関する世界の拠点となっている。共同利用、共同研究拠点に指定されている。府研究所として、全学科共通科目、学部提供講義科目、大学院提供講義科目を提供している。大学院で学ぶには、 専攻に応じて、京都大学大学院理学研究科地球惑星、科学専攻、工学研究科社会基盤工学専攻、都市社会工学専攻、建築学専攻、情報学研究科社会情報学専攻のいずれかの入試を受験する。また、研究生、留学生も受け入れている。付属火山活動研究センター。 桜島火山観測所1953年8月1日、京都大学防災研究所、宇治川水理実験所として設立。水と土に関する災害の防止、軽減を目的とし設立されたが、1996年に防災研究所が全国共同利用の研究所として位置づけられるのに、伴い、本実験所も、水理実験に限らず多くの分野の施設を要し、 所内外の研究機関、一般企業、学校などに開かれた共同利用施設として位置づけることとなり、2002年に宇治川オープンラボラトリーと変更した。宇治川オープンラボラトリーは多くの観測、実験装置群を要し、世界有数の規模を誇る総合実験施設である。ここでは、所内の関連教員による観測、 実験施設を利用した多種多様な研究が実施されているだけでなく、実験施設を用いた学部、大学院教育をはじめ、全国共同利用に関わる研究活動、技術室との連携で一般市民を対象としたバーチャル災害体験学習などが展開されている。隣接して付属流域災害研究センターが所在する。ありがとうございます。